どうもうずです。本日は音関係で、ゲーミングヘッドセットのご紹介をしたいと思います。で、私の動画でも、結構コメントでうずさんなんかおすすめのヘッドセットってありませんかっていうご質問をいただくんですが、ありましたというか出ます出ますの方です。こちら、提供品にはなるんですが、私が普段から使わせてもらってるキングストーンというメーカーのハイパー X というブランドがございまして、そちらから、2018年4月9日発売ということで、まだ実際には発売しておりません。ただ Amazon の方で予約がもうできるようになりましたので、動画の方でちょっとご紹介しようかなと、発売前にね。で、実際どんな感じなのかを正直な感想で言いたいと思います。ただ最初からちょっと期待値高いんですけど、私もともとハイパー X のヘッドセットを利用してまして、これリボルバー S って言ったかな、去年からね使ってるんですけど、かなりよく使えていて、今までのプレイステーション4でのブロードキャスト配信もほとんど全て生配信はこちらです。それなので、今後はこっちの方がね、より軽量型で使い回しが良さそうなので、メインになってくれればなと思っております。まあ開けてみましょう。で、実際取り出してみるとこんな感じです。こんな感じでできていて、クッションはねちょっと柔らかい感じで、あ、伸びも悪くないね。これちょっといい感じかもしんない。長くつけててもね大丈夫なような設計ってなってたから。で、ちょっと早速つけてみよう。ここは悪くない、スムーズで。つけてみるとやっぱり圧迫感は少なくて、非常にこうつけ心地は良いですね。良いです。で、ここの特徴なんですけど、このマイクがすごいね、あ、なるほどね、好きな位置に好きな位置に調整しておけるわけね。あんまり近づけさせず、ちょっと離す感じでも置けるし、このマイクもいい感じで位置調整ができそうです。で、さらに気になったのが、ちょっとね両耳出しのヘッドホンなんですが、ケーブルはすごい柔らかくて滑らかで、結構ね感触悪くないです。このねケーブルがね硬かったり、そのゴムっぽかったりするとちょっと違和感感じるんですけど、これならすごく滑らかになってくれているので、断線の心配も減りそうです。あ、そうそうそう、中に入ってたもの、中に入ってたものなんですが、まあ、いつも通りいつもキングストーンさんこういうカードが入ってるんですけど、これとあとは簡単な説明書、本当にペラペラなんですけど、まあ、このヘッドホン自体にその説明書がいるかという話なんですが、ボリューム調整ができるコントローラーがついてまして、このスイッチでマイクのミュートがかけられるというところと、あとはボリューム調整ダイヤルがついてるので、このボリューム調整で手元で音量を変えられるっていうところが特徴になっております。で、このヘッドセット、クラウドスティンガーコアっていうんですけれども、このヘッドセットはゲーム機だね、家庭用ゲーム機向けに作られているので、まあメインで多分使われる方はプレイステーション4がいいのかな、あとは任天堂スイッチで、快適性と利便性を重視して作られているので、軽量型でクッションが柔らかくで、ゴムの方も柔らかいゴム関係あるか。で、音の方は 40mm の指向性のドライバーを装備していて、密閉型のヘッドホンとなってます。音漏れの方はしにくいやつで、あとは2年保証もついてるということなので、安心して使っていただけると思います。物理的な破損は気をつけてね、まあ、といったところがこの商品の特徴と様子、姿だね、姿なんですけど、じゃあ早速ちょっとプレイステーション4で何かゲームをやってみましょう。じゃあこのヘッドセットをつけた状態で、生配信やってみます。ということで、すいません急になんですが、ちょっとモンハンワールドを新しいヘッドセットで試しながら配信やっていきます。もっと相葉大将、もうちょろちょろってなんだ、もうちょろちょろ、あ、でもほんとこのヘッドセットいいなすごいなんか圧迫感がない、おすすめしたい、本当におすすめしたい。あのね、価格もね安いんですよ、値段も出てるから言うんですけど、あの5000円ぐらいで買えちゃうんですよ。で、かなり品質いいんですよ。いやー、これはねおすすめですよ。 そんなに褒めていいのかって感じなんですけど、 OK。 はい、ゲームプレイの方を実際してみて思いました。すごく軽い、めちゃくちゃこれ軽い。で、耳の部分のこのクッションがやはりちょっと厚めになってるのかな、すごくあのフィットしてくれていて、まあ、普段使ってるこっちのリボルバー S っていう方もすごいパッドが大きくて使いやすかったんですけど、どうしてもね重みっていうのは感じるんですよ、これは。まあ、今回紹介したこのクラウドスティンガーコアに比べると、まあ、しっかりした作りで、まあ、いいところもあるんですが、ただ気軽にゲームしたいんだったらこっちの新商品の軽いこちらでいいんかなと思いました。
で音の方もちょっと聞いてみたんですけど、悪くなく、マイクの、ね、品質も悪くなく、よく音が聞き取れますので、本当いい商品かなと思いました。まあ、いつもよく言うね、ここがこうだったらっていうのはね、価格帯としてはもう十分な機能なので今回は特になしです。まあ、提供品だからというわけじゃないんですが、特に言うところはないと思います。このトップのクッションとかも面白いよね。ここだけすごい柔らかいクッション入れてる。でこちらのヘッドセットなんですが、家庭用ゲーム機用に作られてるとは言ってもスマホでも利用できますので、ステレオミニプラグがないタイプのスマホにはちょっと直接させないんですが、このプラグがあるタイプでしたらスマートフォンでも利用できますし、 Xbox スイッチでも使えますので、まあ、ゲームヘッドセットちょっと悩んでるけどお手頃ないいやつないかなと思ったら、2018年4月9日発売、価格の方が現在 Amazon で4980円でございます。こちらのキングストーンハイパー X の新型ヘッドセット、おすすめになってますので、ぜひチェックしてみてください。いつものように下の概要欄にリンクつけておきます。普段からこんな感じで提供品の商品の紹介だったり自分の好きなことを発信しているチャンネルになります。今回の動画が良かったなと思う方はぜひ高評価のもお願いいたします。チャンネル登録はいつも受け付けております。ではまた別の動画でバイバイ。でもあれだよね、ようやくモンハンワールドちょこちょこね再開してるんですけど、本当にねちょっとやらないともったいないゲームですよね。すごく面白いから。ただね、北斗が如くのミニゲームもめちゃくちゃ面白いんですよ。わー、さすがっすよね。龍が如くでミニゲーム面白いってよく言われてましたけど、こういうことかと、こういうことかと思いました。ミニゲームがすごい面白い。よくできてるよな。